皆さん、こんばんちは。緊急警報になってますけれども、構わずやっていきます。デビルを演じるカジアンでございます。はーい。何もせず、ただ見て、飲み物を飲み続ける男、ミスターブルーでございます。カジアン&ミスターブルーがお送りするバイオハザードリマスター実況を続きやっていきたいと思います。イエーイ。はい。そうですね、前回の方ですね、研究所の方ですね、たどり着きまして、ナコをガン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 探索していきまして、はい、自爆装置が作動してワンワン鳴っているという状態で、ちょっと時間が来ましたんで、はい、途中で区切りまして、その続きということなんで、もう今めっちゃ警報が鳴ってますけれども、はい、前回なんだかんだ言ってジルを助けられたんですよね、確か。そうです、そうです、はい。で、さあ脱出しようというところで、ちょっとお時間来ましたんで、ちょっと区切ってこの状態になってますけれども、はい、さて、はい、今回はさあ、果たして、はい、前回言ってた最終回には果たしてなるのかいないね。一応全、ね、多分最終回とか言ってましたけど、本当に最終回かどうかは自分でも分かっておりません。おっと、ついにショットガンを持ってたか。はい、多分マグナムのね、残弾数を含めですね、28発あったらまあいけるでしょうという感じですね。そのマシンガーのうちに勝ち屋の後悔を見る。どうかな、ある、ありそうなんだよな。さあ行こうか。で、どうすんの、出るんだ。うん、ここのエレベーターでよかったかな。え、降りるんじゃない、それ。あ、降りるんだっけ、上はなかったっけ。でも上行ってない、上行ってない。あれ、上行って、あ、戻ってんのかかな、持ってんのか、出れるかな。ああ、違うな。ああ、登ってるように見えかけど明らかに地下に来てますね。違いますね。さあ帰りましょう。そうじゃな。それじゃあどこへ行くのが正しいかな。普通に上の方に出したらいいのかな。普通に階段登って帰るんじゃない。で、いいかな。よし、行こう。研究所ゼロってことでしょ。そう、おっと、ナコル、ナコルよ。あ、いた。うわ、不意打ちかい。いや、逃げろ、逃げろ、逃げろ、する、逃げちゃえ、逃げちゃえ。うまいこと切り替わった瞬間攻撃してきやがったな、あいつ。戦うだけ無駄や。ショットガン10発しかないんで、カジアンよう考えや。うん。こっちでいいのかな、じゃあ。ハーブこっとけ、ハーブこっとけ。ハーブこっといたら正確やねんから。どうせ脱出するもんな。スプレーはもったいないな。どうせ出るから食っとけ。もったいないね。食う？買う？うん、使うやけどね。買うのかしら、食うのかしら。食べるんじゃないの、ハーブって食べんの、嗅ぐもの。ハーブティーってあるぐらいやから一生食えるんじゃないかな。どうなんじゃろう。傷にちょんちょんって押し当てんのかもしれんし。あー、ポン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 。おお、どうだ、おっと、後ろができたと思った。びっくりした、ジルさんやん。こっち、あ、ちゃうな、こっちか、ちゃうな。ん？あ、これか。ん？こっちはこっち。あ、そこ？なんかドアあった。ウィーン。ガチャンと。これでいいか？これ見よがしにいっぱい置いてるな。なあ、いかにもなんかありますよって言ってるよね。開けて開けて。じゃあこれだけもらっとこうか。救急スプレーいらんかったんじゃん、日本の。お前な。普通にこんな新鮮で置いてくれると思わんかった。新鮮先やな。うん、おっと、なるほど。おお、穏やかった。あれ、レベ、あれ、レベッカは知らん。俺、起爆装置押しに行ってたけど、それでどうなの。窓から来るんちゃう、来るかな。うん、うん、ね、これ
なんか持ってけんで。なんかいりそうやな。ゼロゼロ。多分捨てるがないから使う。使う。2個あるから大丈夫だけど、大丈夫。これ何？シューズニット。シューズニット？なんか使えそうやな。使うんかな。あ、あるやん。これか。置いといてくれたらええやん、別に。まあまあ。爆破3分前です。起爆システムを作動させました。よくやった。上空にブラッドがいるはずだ。奴らが来ます。ここは私に任せて。しかし。クリス、なんとかブラッドと連絡を取って。わかった。フラグじゃないことになる。もうフラグ臭い。頼むで。てかブラッドずつ上空におってな。あんた頑張ってんな。あ、制限時間。おっと3分。3分やもんな。カップ名で、カップ名。てれてて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 カジアのタンククッキングじゃない。とりあえず、マグナム装備しとこう。これはあれやろ、ゾンビを簡単に調理すんやろ。信号弾やん。これか、これやで。真ん中そこじゃん。なんかヘッポートっぽいし、うん。よいしょ。都合よく信号弾置いてあんな。うん、お。ああ来たんやね、よかったよかった。大丈夫か。待ってレベッカさん今腕押さえてなかった？うん。腕やられたもしかして。お前どっかで見たことあるやつ。あらータイラントさんじゃないの？お前が。こっちから。こっちに来るの？おっと危ない。レベッカさん慌てすぎてジャムっとるんちゃう？おっとおーこれおっあべ、いろとよしあ、これどうなんでしょうね。おっとこれはディカの上を倒すのか。おっとおっとクリス、そいつを使え、バカの人ぶちかませ。お、いいものありがとう。てか今のブラッド高木渡るか。こういう、そんな感じだったね。声優さん豪快ね、ちょいちょい。はい、さあどうすんの。これをいつ撃つの。4発も突っ込めんので、どう突っ込むの。わいやええ。急に何。あ、あっさりあっさり。ちんちゃうせやなんか残念終わり方やったね。え、終わり、おしまい。うん、なんか残念終わり方しちゃったね。マジで。おお、すごい開けない終わり方やったな。もう一戦あると思ったらね、もう一形態ぐらいあってもよかったのにね。まあ、時間3分やったからな。ラウンド2ってやっぱさ、カジアマグナムが強すぎてんて。やっぱり。あれ、レベルカさんは。あ、おった。うん、おお。うん、これでウェスカーを除き ほぼほぼ生還かな。うわー、終わっちゃった。終わりましたね。結局あれか、残ったのはジルとレベッカとクリスだけか。ねえ、今回はそうかな。ほぼ全滅しちゃったってことか。うん、ウェスカー刺されたし、エンリコ撃たれたし、リチャード毒で死んじゃったし、ちゃうな、リチャード食われたか、あいつ。最初毒で死にかけとったけど。いやー、終わっちゃいましたね、ついに。バイオハザード。そうですね。長ぐらい続いた。結構長かったよね。そうやね。これでパート13か14くらいじゃないかな、多分。おー、結構続いてるね。まあ、私途中から入ったからあれやけど。ね、パート5か6ぐらいからね、
入ってこられて。ねえ、あパート5か、それでも5か。結構私あれねな、最初の方に入ったのね。うん、5と6か6ぐらいだったと思うね。最初ねやってたんやけど、途中でエースコンバットの方に集中しようと思って、うん、一時的にね1ヶ月ぐらい休止してたから。あなるほどね。はい、あまあこれが終わってしまったわけなんですが、さて、はい、次回どうすんの。考えてる、ね、まだ、うん、まだ考えてないんだなこれが。ねえ、ネタどうしますか、うん、なんかねえ、今度 逆の立場でなってみるか、あるいは一緒にゲームを何か実況できるんやったらやってみるもあるし ね、 ね、ちょっといろいろ幅があるから楽しい ね、 そうですね。シェアプレイ万歳、パーティープレイ万歳よ、まあ、せっかくやからね、なんか一緒にできるものがあったらいいよね。ねえ。クリス、よくやった。お。クリーチャー激発。おお、こんなん出んねんな。ねえ。ねえ、なんだかんだで9時間半もやって、結構やったな。すごいな。結構やったね。結構おろちょしたからな。はーい。いやー、長い間、9時間もの間、ね、10何回 ?5 回 ?3 回にわたりお疲れ様でございましたか、ね、はい、ありがとうございます。ねえ、私見るだけやったからね、比較的ラグでございました。まあ確かに、ね。見るだけやからね、見るだけやったらな、いくらでも言えるから。まあ確かに、それはそうかもしれないか。はーい。そうさてと、はい。どうしますか、尺結構余ってんじゃないの。うん、かなり余るね、いつもの感じだとすると。ねえ、どうしましょうか、残った尺をどうしようか、何も考えてないじゃん。ね、思ったよりもあんね、早くピュッと終わってしまったから、もうちょっとなんかあるかと思ったけど。やっぱマグナム強すぎたのよ、やっぱ。まあ、確かに強いよね、マグナム。もう基本的にずっと温存してたから。結果これやねんけど。いや、まあねえ。なんかあれ、他のモードとかないの、こういうの、これ。いやー、なかったんちゃうかな、多分。なかったか。なんか残念。バトルモードみたいなのがあったと思う、ね。なんか他のモードあるんやったらね、楽しめる要素が あったかもしれんけど。まあ、そうやね。リメイクとはいえても初代のバイオやからね。あー、なんかないんか、追加要素的なやつ。なかなかな、ね。新しいね、最近のバイオとかやったらマースナリーズがあったりとか、裏側サイドとかがあったりとするけど、まあ、これはリマスター版やからね、なかったと思うな、多分。そういえば噂で聞いた話なんですけどね。はい。あかんじゃった。なんか、はい、あれやね、このプレイタイムが、なんか、一定のタイム切ると、なんか、ご褒美的なやつがあるっていうのを聞いてるけど。そうですね、なんか、なんかどうやら難易度設定とかのみたいで、今回なんか散歩するようなものとかがあったんで、それを選んだんで、まあ、おそらく低めの難易度になってたかもしれないんですけど。おー。いや散歩する程度そんなラインがいろいろあったんだよね。なんか最初なんかイージーノーマルハードとかじゃなくて、あなたはゲームについてどう思いますかみたいな質問が来て、おお、ね、なんか登山のようなものとか散歩のようなものとか、あー、なんかいろんな選択肢があったんで、あーあったね、そういえば、まあ無理せずたどり着くものとかいろいろあったから、うん、なるほどな。はい、いやー、クリスね、これ、え、ジルバレンタインもできるってことだよな、これ。そうそうそう、そう。最初、ジル、あの、プレイヤーを、あの、クリス、ジルどっちにしますか、うん、というのがあったから。まあ、やっぱりバイオといえばクリスだろうという感じで、クリスを先に選びましたけど。まあね、結構顔やもんね。ブルースはあんまりバイオ知らんけど、この人も知ってるしな、名前だけだったら。そうですね、まあ、ダンバリング作品としてもね、まあ、5でも出てますし、6でもね、出てるから、結構レギュラーやね。そうやね、まあ、まあ顔になってるといえば、まあクリスとレオンと、ジルバレンタインと、うん、大体そんな感じやね。その3人しか知らないし、まあそれが一番有名なところじゃないかな、多分。おお。ねえ。はい。さて。ではまあちょっと時間早いですけれども、ちょっと
はい、リザルトが出てしまいましたので、はい、ちょっとここ、ね、早終わっちゃったもんね、尺が余ったぜ、ね、まあ、本当にあんだけすぐ終わってしまうと思わなかったかね、ロケの1発、4発まで1発撃ったら終わってしまうっていう、あ、終わっちゃったね、ねえ、何やったんやろあれは、ねえ、まあ、まあ、何やったってもおかしいけど、はい、さて次の動画はまあ何するか分からんけど、当分はあれやね、はい、ジムさんがね、いろいろと動画上げてくれるかもしれんから、プレッシャーかけとこう。そうやね、最近ね、あいつも、ね、なんか、VR のベイダーイモータルとか、アベンジャーズとか、いろいろやってはりますからな。いろいろ始めましたね、あの人。ね、まあ、おそらくですけど、まあ、私もアベンジャーズを持ってますんでね、多分一緒にやろうという誘いがおそらく来るでしょう、という感じなんですけれども。はい。ねえ。いや、時間あたりね、ブルーさん、ねえ、ゲーム参加しながら何かやりたいけどね、はい、一緒に。そうやね。ねえ、いつも参加するのはどうしてもね、あの、デビル・ウォー・エンジェルの3人とね、ね、やってる感じだから、たまにはね、カジアンとかとな、2人でやるのも面白いかな、協力プレイしながらやるのも楽しいかなとか思ってんねんけど、まあ、何するかはわかりません。そうですね、まだちょっと決まってないのでね。もしかしたら気向いたらブルーが、あれ、意味わからん単発実況を送るかもしれんけど、まあ気分やで。それはそれで面白いかもしれないけどね。カジアンがガヤで来るかもしれんしね。そうですな。それもある。また俺がガヤで来るかもしれんけど。そうですな。ま、今後次第でございます。はい。はい、ね、まあ、というわけで、はい。では、長々と、一時期休止もありつつ、ようやくですが、バイオハザードリマスター、完遂しましたということで。おお、ではさ、本当にこちらが、はい、最終回ということですね。まあ、あくまでクリス編が最終回になるのか、はい、バイオが最終回なのかは分かりませんが、場合によってはジル編もちょっとやっていくかもしれないですね。おっと、期待しますよ。でもね、大体の流れはおそらく一緒だと思いますんでね。ああ、そうやね。なんで、まあ、こんなこともあったなみたいな感じになる可能性も、ありますので、まあ、ちょっとその辺はちょっと考えたいところなんですけれども。はい。はい、まあ、このであればね、どんどん新しいジャンルにも手出していきたいと思ってますんで。はい。まあ、どんな感じかなっていう感じですね。そうですね。次のゲームのジャンルは一体何になるかやね。そうですね。いやな。はい。では、というわけで、はい、では本日はここまでとさせていただきたく思います。おい。はい。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価等々していただきましたら励みになりますので、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、では、あとコメントなどで、リクエストなど、質問など、何でも結構です。送っていただければ、可能な限り返信をさせていただきたいと思いますので、そちらもよろしければお願いいたします。ね、次のゲームね、なんか、なんか希望があれば、ぜひ載せていただきたいと思っております。そうですね。はい、もしあるんやったら、どんどん送ってくれれば、こちらの方ですと。あれはね、まあ、全てやるっていう形になると。なかったら私ら考えるので。そうですね。まあでも送ってもらったら、もちろん大変参考にはさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい。はい。では、本日最終回ので、長々とありがとうございました。いや、終わっちゃいました。そうですね。はい。では、さあ、次回も、はい、デビル・オア・エンジェル、カジアンの動画に広告を期待くださいませ、はい、皆さんも。期待いただけましたら幸いでございます。はい、では、また次は何の動画になるか分かりませんが、また次回お会いさせていただきましょう。それでは、さよなら。高評価よろしく。アデュー。